仲良しピアノ1、レパートリーの16、17ページ、3匹のいたずらネズミ、7番ですね、これね。で、これは生徒さんが弾くのここですから、これ、ミレドだけなんです、これね。ミレドあげる。ミレド、これ4回続けますね。ミレド、ミレド、お休み。お休みがたくさんたくさんたくさんありまして、最後にもう一回、おしまいになります。全部で1,2,3,4、初め4回やって、たくさんのお休みがあって、最後1回だけやります。で、どこでミレドが出るかね、これ耳聞く練習です、これね。耳の訓練とても大事ですので、どこのタイミングに出るかよくよく音聞いてくださいね、これね。じゃあ、初めに一応今ここで弾くのはこれ伴奏でね、生徒さん弾くんじゃないのね、実際弾くのミレドですからね。まず聞いてください、これね。弾いてほしいんです、これね。ここでもいいですし、こっちでもいいです、これね。どの場所も分かりましたかね。チョキがあって、黒いところを触って、お父さん指あるところはね、ここがどうですかね。こっちでもいいです。3つはダメですよ、このチョキないですからね、これダメですよ。2個黒があるところ、チョキしてちょっと触って、こっちまで触らなくていいです。ここでちょんちょんで、お父さん指出して、ここ、これがどうですね、これね。だからこれがミレドね、ちょっとグーしましょう。ゴロン、ゴロン、ミレード弾いてるつもり。ちょっと倒して、ミレードのつもりね。肘はちょっとクーの形してるからね。で、ミレードを上げます。ミレード、この形になって一番いいかな、これね。手がこうならないようにね、グーグーグーしましょう。グーグーグー、ボール持ってますよ。ボール持ってる形かな。これでボール落っこっちゃいますよ。これバーッとやって落っこっちゃいますよ。これね。ここにアメちゃん10個入れましょうか。10個入ってます。これね。入ってますよ、これね。こうやって落っこっちゃいます。バラバラと落っこっちゃいます。あららとこうなっちゃいますか。これね。この中にアメちゃん10個入ってます。これね。このまんまアメちゃんを落とさないように、ボローン。ちょっとお化けの手ね。お化けがアメちゃん10個持ってます。あげる。じゃあ、ミレード弾くところ言いますからね。で、私ここ弾きます。ここは弾かなくていいです。これはね、先生の弾くところですからね。ミレード弾いててくださいね。まだ弾きませんよ、これね。まだお休み。出てきました。で、ストップって言いましたね。ストップのとこなし。チャランチャチャララランチャチャチャランチャチャララララランチャランチャ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 ンチャ、最後にまたミレドね。もう一回いきますね。お休みとかストップってとか弾かないでくださいね。まだですよ、まだ。言うだけの練習先やって覚えちゃってくださいね。それから弾いてみたらいいと思います。で、手の形もね、初めうまくいかなかったらこれでもいいですね。まず聞いて合わせれるかどうかのが大事なので、まあ、手の形はね、このグーグー、ボールを握ったりとか粘土遊びとか、
あと鉄棒とか縄跳びとか握る運動をしょっちゅうやってたらこう手の形整ってきますので、あと指先よりもこの腕が大事ですね、ここね、うん、なので初めはどうしても成長に従ってこうね、こう初めこうね棒みたいな腕だったのがだんだん手首とか肘とかこう分かれてくるんですけどね、大きく大きく腕全体でこう引く感じがだんだんとね細かくなればいいと思います。いろんな運動もね大事ですからやって